いや、僕びっくりしたんですけど、うん、僕の友達の女の子が、うん、韓国に旅行に行ってんの、はいはいはい、で、なんか韓国で拳銃撃てるとこあんねんて、うん、で、そこでこう遊んで、うん、その子も友達と行ったらしいんやけど、はい、なんかバーンって撃って遊んでてんで、うん、ほんならあの写真1枚いいですかっつって、うん、こう韓国のそのね、うん、あの銃のそのお店の人がバッて写真撮って、うん、あの後で売んのかな、売ってくれんのかなとかさ、うん、結構何回もこう撮ったらしいから、はいはい、売ってくれんのかなと思って、まあ、打ち終わって、うん、あの店出ようと思ったら、うん、お金払って別にその写真さっきのですとか出してけへんって、はいはい、全く、うんうん、で、あ、何やったやろな、そんな別に気にもせず、うん、帰ってって、普通に今買い物とかして、まあ、帰って、うん、で、その、半年後ぐらいに、うん、その子の友達が、うん、韓国行ったんやって、うん、で、あ、なんか銃撃てるとこあるんやんな、私も行きたいから教えてって言って、はいはいはい、その子がここやでって言って教えて、うん、行ってんって、うん、ほんなら、なんなんこれって言って写真送られてきたらしいんだけど、うん、その銃撃てるお店の、うん、めっちゃでかい看板にその子のこんなやつ怖くない？許可なし、許可なしよ、すごいでしょこれ。韓国ではそれが普通の、いや普通じゃない、普通じゃない、うーん、それすごいやろ、そう、訴えれんじゃん。いや訴えれるよ絶対、金取れるやつやろ、絶対訴えれる。でもどうせこの観光の客なんてそんなまあまあけえへんしみたいな感覚じゃない、あ、バレへんやろ、バレへんやろっていう、はい、すごいっしょこれ、すごいなそれ、びっくりした俺も。